トゥトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 ル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 トギャルいた。サイコパス配信。うん。うまっ。ああ、特の大豆豆乳。スプリングバレー、芳醇、大好き。そのまんま行きましょうね。加工した状態ってどれ？今の。岩下の新生姜。わーい。マジで好き。原点だよ、やっぱ。肩ロース生ハム。それは何ですか、龍太郎買ってきた。そうっす。おお、これがウニ。はい、さすがです。僕は何も買ってきませんでした。あら、はい、ありがとう。はい、ゲータちゃん、これはやっぱ龍太郎、生姜いれば、うん、あれ、本当は、何、ね、ごま、あすりごま、ごまね、うめんねんな、これ確かにごま、美味しそう。美味しいよ。うん、美味しい。なんか体にいい感じする。うんうん。聞こえてる。何これ、やってあげようか。深爪だ。いや違います、いつもより違います、いつもより。いやいや、男とさんも跳ねのけられて。やってあげようか。いいじゃん、いいじゃん、いいですか、いいですか、いいじゃん、針です。あの、いつも通りに開けて、開けようとしてください。一回ちょっと待って待って、今いけてるもん。いや、ケイタ君、次。おい、あー、いや、いけない。あー、もう無理っすよ、ケイタ君。もう、ほら、こんななってる。お預け。なんか、ごめん。なんか、ごめん。いや、ちょっと、あれでしたよね、いつもと。硬かった。いや、硬いじゃなくて、りょうたろうから渡ってきた時にはもう、ふにゃふにゃだった。圧着してた。うん、多分圧着、圧着、圧着っていうの。いや、わかんないですよ。悪い着、圧迫な圧に着、圧着、うん、マスク圧着してやろうか。すごいね。すごいね、おかしいだろ。生姜うまいっすね。生姜うまいでしょ、うん、味わえ。味の中身わえ。確かに。で、もう食うんかい。確かにさっぱりしてるよね。うん、やっぱ生ハム美味しい。もう移り変わりが激しすぎる。今日の議題は、今日は、うん、最後の晩餐は何がいいですか。これは、ね、これまた結構深い話ですよ。永遠のテーマだよ、本当に。どういう最後だ。それにもよるっすけど、によらないシチュエーションを考えるじゃん、うん、何、いや、病院とか家、そのもう普通にシンプルに気持ちとして、気持ちとして最後の晩餐これがいい、最後に食べるの。これ話しましたっけ、なんか、お母さんの唐揚げとか話した気がするな。俺もチャーシューって言った気がする。言ってましたね。かぶってる、うん、話したな。もう何十本やってきてるかもう分かんなくなってきちゃったね、この脳編も、辺も、うん、じゃあシチュエーションで考える。なんか他のにします。いやもう風呂敷広げたから頑張ろう。今の最大更新で、うん、2023年1月現在の、じゃあ俺とチャーシューはなくするわ、とりあえず。わかりました。でも俺が前何言ったか覚えてないわ、うん、じゃあいいよ。みんなももう覚えてないでしょうね。俺は、うん、家系ラーメンにニンニクめっちゃ入れて、うん、行きたいっすね。マジっすか。で、右にステーキ。あ、そういうのあり。あ、それ組み合わせあり。いや、ありやん。いいじゃん。ラーメンを、なんかずるくらい。最後何食いたいかってさ、横にステーキ。あんま聞かないな、それ。で、横にステーキ置いて、うん、こう、がっつり、ぐわって食べながら。いや、別にモーションはいいよ。どのモーションだとしても別にいいよ。ニンニクいって、うん。ニンニクはもう、餃子1個。ニンニクこれ何、餃子持ってたじゃん。餃子1個。1個こう食べて、で、次、米を、定食があって、家系、ニンニク
わたっぷりのこうご飯わーって食べてつけて、うん、でそれでステーキうわーガーイって左上にハンバーガーもうなんかもうまあ世紀末やんですそうだ多分隕石だろうなその陽太郎だけじゃないんだろうねもうねラムネもえいやラムネ飲みながら飲み物はラムネがいいんだでもとかいろいろかないろいろだなになっちゃったもうでも家系はちょっとわかるかも圭太君はいや難しいなんかさでもさこれってさ好きな食べ物ランキング自分の、うん、の1位が1位になるとも限らない感じもあるよね、うん、だから俺ハラミだけどうん今出てこないそうだよね焼肉好きだけどうなぎかなそんな丁寧にいきますはいうなぎうなぎえうなぎうな重ですかうな重いただきたいですね、うん、で山椒をバーってかけてでグワーってこう切ってあいいっす、ね、大口ででタレちゃんとここまで染み込ませていただいて最後で山椒いっちゃう山椒ガーもういい、ね、山椒いいよねめっちゃ山椒多めで、うん、でガーって食べて、うんうん、そのままビールガーうわー最高だねあでもそこに俺ビール出てこないってことは本当にお酒全然飲まないまあまあ選択肢に入ってこないってことだもんねすごいな、うんで、なんかこう、最後、こう、ワインのお風呂に使って。いえ、そうなんですよ。あ、それ、パンツじゃないよ、古いじゃん。なんで、パンで、両太より、両太、ん誰両太を。もうなんか、どっかの国の王になっちゃった。そしたら俺も、最後、ポケカ、めっちゃいい。それはしない。じゃまだワインの風呂だから。まだ、でも、まだ、やりたいことそれ、やりたいことだよ、それ。だったら俺だってプレステ5とかやるか。ああ、そうか。ああ。あ、まだギリ大丈夫。何食べます？俺はフレンチのコース。へえ。の、うん、ミシュラン三つ星の一番いいとされているフレンチ。うん、へえ。それじゃあ行ったことがないとこっていう。ああ、へえ。すごっ。でそれも時間も含めてです、ね、そこでもまだこう学んでいきたい姿勢なんだよ その最初の前菜からデザートまでのこう時間も含めてこれ最後の飯だってことを含めて何笑ってんのでもそれ例えばやるとするじゃないですか、うん、その新しい発見になるわけじゃないですか、うんうん、もっと知りたいっつって後悔残っていやでも大前提が最後の飯だって分かった状態でさどうすんのあの一番最後のデザートが全然美味しくないあ分かった分かったじゃあ分かった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 じゃあお前らのそのルール上でやるからデザートの後に家系ラーメン食おうそれでもう絶対それでもう絶対大丈夫だからもうそれでもデザートこれあんま分かんないと思うそれで家系ラーメンいいっすねセブンのニンニクマシマシそんなのあんのマシマシラーメンってのあれもう一番そうなんだあのコンビニあれっすかそうあのパタって開けてパタはどっちかっていうとこっちだパカッパカッパカッて開けてこここう上こうやって取ってさあだよそのディティールいいんだよだからさあってやってチャーシューがあの麺にこうなるやつそのディティールいい上じゃなくてやつ全部入ってるもうもうパカだけマジっすかちょっと食べようかな黄色いラベルのあれっすよ、あの、だから、いわゆるパスタとか、置いてあるとこに、一風堂とかのラーメンあるじゃん。そこの、とかの一緒。そばとか、セブンで、セブン。カップ麺セブンの。カップ麺じゃない。カップ麺じゃない。置いてあるとこある。あるあるある。え、それうまいんすか？うまい。え、食べてみよう。それセブンのオリジナル？多分セブンにしか売ってない。買い占めよう、今日。やめろよ。こずつ、お前今日何終わんのなんかさ、バンサイで。やめてください。あの、伏線とか怖いです。あ、そうか。俺信じちゃうから、こういう言葉信じちゃう。大丈夫です。でもいや、ほんとそれうまいよ。ねえ、食べよう。じゃあお店じゃなくて。最後ね。いや、俺はだからミシュランの後。なるほどね。え、でもビールとか。デザートまずい。デザートまずい。それ全部、だって、ペアリングですよ。うわ、いいね。いいっすね。一緒に、飯と一緒に一番うまいもの飲む。そしたら俺その食事で。だから最後に。じゃあ家系とスプリングバレーね。ああ、いいっすね。そしたらもう、いいね。だってもう後悔ないじゃん。そうだね。どんなその前が、大したことなかったなってなったとしても、ああ、
確かに見たこれは知ってる。そうですこれはうまい。でも一流ミシュランだったら絶対そんなことないですよ。まあないよね。絶対美味しいですけど、うん、いやだから俺、じゃあその俺がさっき言ったガーって食事食べた後、だからそのワインの風呂じゃなくて、うん、俺はチョコレート風呂がいいです、うん、もう本当に。なんで風呂追加されてんの。チョコレート風呂に本当にもう溶けてる、うん、あのよくあのあるじゃないですか、うん、あなんでフォンデュー、うん、みたいな、それのチョコをバーってやってそれにポチャーンって飛び込んで、うん、めっちゃこうやって飲んで、でうわ甘いってでもさちょっとだったら俺は気球がいいわですか。バスロマンとか。あら。そんなチョコ食べたらなんかちょっとうってなんない。なんないんですよね、それが俺。なるだろう。板チョコ2枚とか言っちゃいますもん。あ、確かにめっちゃ食ってた。板チョコ2枚なわけないだろ、風呂が。あ、もっとです。もっとだ。いける。もっと行きたいです。こう。でもさ、なんかその致死量っていうかさ、今までいないぐらい食べちゃってさ、うってちょっとなったら嫌じゃない？それで。でもそれはもうなんかもはや。いいの。お腹いっぱいになるとか概念がない。あ、そっか。トスするでしょ、仮定して。そうですね。だってフレンチのコースの後になんか絶対食えないもん、ラーメン。確かに。花見もやっぱ行きたいな。いや、そうだ。もうあなたはコースをなんか勝手な自由な順番で食ってるのと一緒だからね、それ。確かに。あ、でも生ハムを、これ普通で。多い多い。でも、もう全部じゃん。それなんかもう。これ6枚入りとかじゃないですか。うん、これを、もう、50枚100枚をギュッギュッってこんぐらいにするんですよ。美味しくない。でこうあっで行きたい。美味しくない。めちゃくちゃ行きたいんですよ。そこまで行った。そしたらじゃあ俺もフグテッサこう。あ、俺だってそれやりたいよ、テッサ。あ、だからそういうこと、そういうこと。でもなんかテッサは美味しそうだよね。ダメ？箸3本で食ってる。でもよく言い方しない。いいじゃないですか。いいじゃないですか。あ、これ俺箸3本でもいいってこと。なんかそういう高級のやつだったら俺だって寿司寿司食いたい。ほんといいじゃん。寿司食いたい。ね、高級なやつをガッていきたいんですよね。ああ。そう、1、2個とかじゃなくて。そうだったんだ。もうなんか結構。そうだったんだ。いやいや、餃子が来たけど。いや、餃子はだって普段食べれるじゃないですか。うん、あ、一番最後にってこと？え、何？餃子は1個とか食べれるじゃないですか。うん。でもその生ハムとかは、普段1枚ずつとかじゃないですか。あ、そういうこれ6枚入りのものを、こうやってやったらもうめちゃめちゃ。そう。10枚ぐらい買って60枚でこうおにぎりにして食べたり、うん、まずそう。ステーキとかあのめっちゃいいできるもん、めっちゃいいステーキをこう5段重ねとかにして、うん、今度やろうね。手でいい。今度やろう。もうでもやっぱお下品じゃないですか。お下品。あ、最後だからね。もうどうなどう見えてもいいやつ。あ、切ないわちょっとだから。うん、行きたいわ。うわー。なんか。ビール、だからビールシャワーとかいいんじゃないですか。おー、いいね。ビールがこう出てきて、で、こう浴びながら、こうジョッキとか持って、うわーって。いやいやいや、ちょっと、ベッタベタよ。体が。その後に、そういうことではないの。キキ、バチャーンって入ればいいです。でもあれか、変わってきてんだよ、なんか。最後の一日になってきちゃってる。でもあれか、お酒飲んだ時ってお風呂とか控えた方がいいんでしたっけ。その日はいい。あ、そうか。最後ですか。え、でも多分皮膚吸収やばいよ。うん。浴びると。確かに。酔っ払う、酔っ払うね。あ、そんな。違う国になった、一気に。マジか。そっか、皮膚吸収良くない。そう、いや、すごいよ。だから全身から回っちゃうから。あ、でもビールかけしてみたい。ああ、あれじゃよくさ、野球とかで。野球とかって。確かに。そう、じゃあ東京ドームでなんかそういうのやって、まあいいっすね。でおのおの散らばってったらいいんだね、みんな食いたいとこ。ああ、いや待って、バイキング行きたいっすね。それはもう行けよ。お前バイキングみたいなもんだから。あ、思い出した。何？地球が最後の日に何するかって話したんだよ。ああ、別に。それで、あ、そう、何食うか。そう、それでなんか家族と過ごすみたいな話をしたんだよ。懐かしい。そうだそうだ。え、というかあのっていうかがまだある。もうあの今度これちょっと大型企画っすけど、うん、俺やりたいの思いついて、でそのまあできるか分かんないですけど、うん、どっか借りて一部屋、うん、でっかい会場みたいな部屋会場バイキング作りません？え、あ、ガチでってこと？料理をするってこと？いや、料理を、まあ、自分で作るにしろ買ってくるにしろ、あのバイキングを自分たち で自分たちでバイキング作る。そう、作って3人もしくは野村も入れて。なんで野村を入れ、あとはマネージャーさんとか入れてバイキングやりたいです。そう、おもてなしってこと？ご褒美です、自分たちの。だからその今話した
その最後の晩餐を叶える、うん、好きな食べ物を、好きな食べ物をバーって持ち寄って、うん、バイキングいいかも。俺めっちゃやりたいっすわそれ。だから普通お店に行ってバイキング屋さんあるじゃないですか、うんうん、でもそれいろんな方がいらしてるんで、うん、もう自分たちだけ、自分たちだけで、自分たちだけが食べたいもの、わあ、だからあこれなかったなとかもないんだね。ないっす。食いたいものをもう全部、結構大型、大掛かり、大型っすね。お金もやっぱかかるし、お金もかかるね。でもやりたいっすね。いいね。あいいね、それはやろ。めっちゃやりたいって思いました今。やるよ。え、ま、マジでやりたい、うん、これお前、お前マジでって言った今。いや、これお前、お前マジで、え、本当にやりたい。いや、ちょっと、いや、じゃあなんかあのバイキング屋さんでなんかいいお家でやってっていうのはあありました、ね、絶対ないです絶対ないもん。ちょっと頑張ろう。確かに、なんかスタジオっていうか、なんか、っていうか会場借りてなんかないの案件。俺でもやっぱ僕たち僕たちと言えばっていうのがないから、じゃあこちら側に提示してたら、例えば服が好きで、うん、まあ、逆に何でもやるけどな。そうだよね、逆にいい意味で捉えれば、うん、確かにお相撲さんのあれいいっす、やりたいっすよね。やりたくないな多分。あの何を、俺相撲やってなくて。行事、あ、うん、はい、スポーツ部、相撲、相撲、うん、めっちゃやってみたいんですよね。やってください。どうぞ。あ、ルール知ってます？さっきのこと、え、だ線から出ちゃダメでしょ。体だけなんですか、ね、あとだから地面落ちたりとか。でやってみたくないですか？だってやったことあります？ないない、ちゃんと回しつけて。あれじゃん、なんかスポーツ相撲みたいな、うん、あの小学生の時、え、やったやったやった、ワンパク相撲やったやった、あのお相撲さんに何十人かでバーって大会みたいな。え、やったことないです。あの回しとかも来たことないし。ない、確かに回しやったことない。俺今までのスポーツでやったことないの、だから相撲とスキーとスノボーとかスケートとか、うん、ウィンタースポーツぐらいっすね。それ以外やったことあるんで。フェンシングはないです。あんじゃねえか結構あ、フェンシングあったけどあったっけど。じゃあ相撲力士の方も、うちの部屋来ていいよっていう方がいる。あ、確かに、うん、行ってみたい。また終わり、よろしくお願いします。いやお前ほんとやばい、やばいっすよ、やばいよ、痛いらしいっすねよくその知識でお前痛いらしいっすね、また割りを、はい、大体わかるだろその。今日もそんなところで18分、はい、あ、あら、なりました。あ、すごいいいね、ちょうどいい尺。お疲れ様でした、はい、何もう、もう仕事やお疲れ様でしたたくさん美味しいもの食べてる、ね、ね、いやまあ、でも皆さんの最後の晩餐をコメントで、あ、聞きたい、教えてください、ぜひお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました、ね、じゃあね、改めて何、うん、何食べたい？一個ね。僕は死にません。最初だからなんかその俺の質問もね聞いてないし。え、最初に僕は死にませんってなんか聞いたのもん。じゃあ例えば今生まれたとしたら。ちょっと喋んないで。喋んないで。続くよ。終わりだから。やめろそれは無理、それは無理。違う、だから死なない。俺もこの間絶望したもん、勝手に切り上がったこいつ。うわ、死なないから、その最後も決めないってことよ。じゃあ一番さ、じゃあ圭太くんが生まれた時に初めて喋った言葉は何、逆にね、普通死ぬが嫌なら生まれたっていうところ、はい、じゃあ一言何言った。ガチのでいいっすよ。え、ガチの、あのガチのはおぎゃーや、あのもし言葉にしたの複雑な大喜利なんて言ったでいいやん、もうな、じゃあなんて言った。あ、生まれて、生まれて一言目なんて言った、こう大喜利ですもん、うん、ラストね、締まること、うん、死にたくない。きくしょう、ぐやめろこいつらと